終電が結構変わっちゃう。皆さんこんにちは、シュウノミはじめです。今回は西武のダイヤ改正を紹介です。西武って結構ダイヤ改正の発表早いですね。私結構なんだかんだ言ってこういう春のダイヤ改正ってなんだかんだ言ってやっぱ冬から春、だいたい1月から3月ぐらい、まあ早くて12月ぐらい、そういうイメージでしたが、11月に西武出してきました。ちょっと個人的にはびっくりですが、まあそんな感じで今回は西武のダイヤ改正について紹介しましょう。今回の話は西武の発表した公式プレスに基づいて話しますが、プラスアルファでもいろんな話をしていきたいと思いますので、最後まで見てぜひ西武のダイヤ改正について知っていきましょう。こうチャンネルでは大手私鉄のダイヤ改正等を含めて毎日情報を発信していきますので、興味があったらチャンネル登録して私と一緒に鉄道の情報をいっぱい知りましょう。では早速いきましょう。終点の繰り上げをすでに JR 東日本とかが発表していることは有名ですが、なんと西武についてもついに発表しました。西武の発表内容は結構大きく、なんと 2,30 分くらい繰り上げそうです。縦割りについてはまあやっぱり補正とか保守とかそういう関係ですね。あと普通にやっぱり例のあのウイルスによって利用者が減ったかとも書いてました。まあやっぱり案の定かもしれませんが、 JR 以外もこういう風に結構コーナーによって夜の時間帯の需要が減っているっていうことは確かですね。中にはなんかこれによってブラック企業が少しマシになるという意見もあったりと、まあなんかプラスに捉える方法もあるそうです。ちなみに今回は一応なんか西武山口線と西武多摩川線っていうまあ独立した行政を除いて結構郊外の線を含めて繰り上げがされると言ってました。というわけで具体的に紹介してみましょうか。今回は西武池袋線と西武新宿線について紹介されていたので、この2路線について紹介します。西武池袋線は池袋駅の発車時刻基準で平日の場合反応行きがだいたい0時9分から23時52分、まあだいたい17分程度でしょうか。それくらい早くなりました。また小手差し行きについても結構変わっていて、0時44分から0時14分、なんと30分ですね。なんと30分も早くなりました。これは結構影響が大きいと思っています。なんでかっていうと、宝屋行きについてはまだもう一方後にあるんですけどもね、その一方で小手差し行きっていうことは、徳尾沢とかあそこら辺が結構終電早くなっちゃうんですよね。あの結構大きい町、徳尾沢でもこういう風に終電が早くなっているのは驚きです。そして同じぐらいびっくりなのが、実質的な終電宝屋行きですね。もともと0時45分でしたが、それが0時18分に一気になんか早くなりました。これ実を言うと、都内も結構直撃していて、なんと都内の各駅についても20分から30分ぐらいの繰り下げが見込まれます。まあ結構大きい幅ですよね。都内ですよ。これある意味で JR 以上に大きいかもしれません。なんでかっていうと、確かに JR 繰り上げはしました。でもその一方で、実際に30分ぐらい繰り上げしている例っていうのは、ほとんどの場合、田舎の路線を中心にしています。まあなぜかちょっと京浜東北線がものすごい影響を受けてますが、まあそれを除くと結構なんか他の路線はやたらとなんか20分から30分ぐらい影響を受けているところっていうのは案外遠くはありません。だから西武結構今回攻めてるなって思いましたね。結構ガッツめに時間を下げてますが、一応理由はあります。もちろん利用者数の減少は当たり前ですが、それ以外の理由としてはなんと意外かもしれません。ホームドアを設置する理由はありました。なんとホームドアを設置するという理由もあったんですよ。これ結構意外ですよね。確か昔私が見た番組ではホームドアを運ぶ際に電車に乗せて、その電車でホームドアを奥駅まで持ってって、そして現地で素早くさっさと準備する、そういう風にやってましたね。今現在なんか各駅にどんどんホームドアついてますが、それをどんどん進めるためにもあえてこういう風に時間を用意したかったのでしょう。今でこそあの例のあのウイルスによって就職先が欲しいと思っている方が増えているので、もしかしたらまあセーフかもしれませんが、やっぱりこれが落ち着くとちょっとやっぱりなんかこういった夜間の仕事はあまりしたくないって人も多いかもしれません。そうやってくると補線の作業とかをする人のなんか仕事のニーズが減っちゃって、なかなか人不足になる可能性があります。もともと結構夜間の補線って過密スケジュールだったので、それをちょっと緩和するという意味でも結構大きな繰り上げ幅になってますね。まあとはいえやっぱりホームドアとか補線工事以上に明らかにも鉄道の利用者数が減ってるからでしょうね。西武公式プレスによると、なんと深夜の時間帯の利用者が 50% から 60% を減少していると言われました。ちょっと 50%、60% 下がりすぎじゃないですか。もちろんラッシュの時間帯については固まった人数が減ったので、まあある意味でいいかもしれませんが、やっぱり深夜にこうなっちゃうともう見過ごせません。ちょっとここまではなんか西武池袋線の繰り上げ幅が大きすぎてなんだろうと思ってちょっと理由を調べたら、まあ普通にプレスで書いてましたね。ちょっとまだ新宿線紹介しませんでした。次は新宿線について紹介しましょう。西武新宿線は結構パターンがありますね。西武新宿線は平日の場合、放課後駅がなんか0時1分から23時46分に変更されました。ちなみに駅は高田馬場です。こちらについては15分程度繰り上げがされましたね。続いては新都交差駅、これまでは0時47分でしたが一気に変わりました。0時18分、やっぱり29分変わりました。上社口行きについても0時50分から0時20分と、こっちも30分変わってますね。
西武の変更前の時刻と山手線のダイヤ改正後の、まあ、要するに、繰り上げしたことないですね。こっちを比較すると、明らかにもう、なんか、2、30分程度、山手線の最終列車と、西武線の最終列車、差があるんですよね。西武線が30分遅いぐらいなんか残っちゃって、ちょっと無駄な感じがしました。まあ、だから、減らしたかもしれません。結構乗り換えは、割とギリギリかもしれません。ちなみに、放課後駅については、これまで拝島駅の最終列車に繋がってましたが、この拝島方面についてもきっちり影響を受けていて、放課後駅の時間に合わせて、こちらについても15分繰り上がっちゃいましたね。まあそういう風にやっぱり西武新宿線の影響は大きいでしょう。まあとはいえやっぱり金曜日とか利用者が多い時間ありますよね。そういう場合には金曜日のちょっと終電間際とかに電車を増やそうかとか、そういうことも検討しているそうです。まあ今残念ながら300人超えているので、今現在やったらちょっとあまりお勧めできませんが、やっぱりこういう需要もあるでしょう。また需要の動きについてももうちょっとチェックするそうで、もしかしたらまた変わる可能性もあります。一応だだかんだ言って最終的な確定は来年の1月頃ですからね。これはあくまでも暫定的なダイヤ改正の状態と言ってもいいでしょう。ただやはり大きく変わる可能性は低いでしょうね。だからもしかするとやっぱり30分前後、結構終点が早くなるリスクは高いです。私ですか？やっぱりインパクトが大きいでしょうね。やっぱ30分も都内の電車で繰り上がるってなかなかすごいですよ。高崎線の端っこらへんがちょっと30分繰り上がるとか、奥多摩方面が繰り上がるっていうのは聞きましたが、でもその一方で結構都心で関係するような運用でもかなり早く終わるっていうのはびっくりです。宝屋駅とか上石神行きとか、宝屋駅については宝屋が微妙に23から外れてますが、とはいえほぼ23区に隣接しています。上石神行きについては全ての停車駅がなんと23区内です。このように23区内であってもこういう風に30分も変わるっていうのはちょっと個人的にはびっくりでした。JR もやっぱり都内の区間だったら多少はちょっと横浜方面を除いてちょっとなんか繰り上げ幅は抑えめでしたが、その一方で今回については29分と30分、ちょっとびっくりですよこの幅。もしかしたら他の大手施設もこれを真似してがっつりとした繰り上げをする可能性もあるのかもしれませんね。まあこれはあくまでも私汐留始めの予測ですから、これ確実はいませんよ。でもやはり事実として可能性としてはあり得るでしょう。今回紹介した深夜の利用者数減少っていうのは全然別に西武限定ありません。都内全部が影響していますから、あとは各社の判断によるでしょう。まあやっぱり結構今回は他の大手施設でもこういった発表があるかもしれません。そのことは確保しましょう。というわけで今回のまとめていきましょう。今回は西武のダイヤ改正について一部紹介されたので紹介しました。改正内容については西武がなんかまさかのマックス30分の繰り上げということです。しかもこの30分の繰り上げは都内完結路線、しかも23区内ですよ。23区内完結路線で入れてきました。23区内限定でもこんなに繰り上がるというケースは私初めてかもしれないので結構びっくりでした。理由としてはホームドア、利用者の極端な減少、あとは普通に補線の労働環境改善、この3つでした。まあでもやっぱり一番の大きな原因は深夜の時間帯に 50% か 60% の利用者が減ったことでしょう。今回はちょっと紹介しませんでしたが、休日についても結構30分とは言わなくとも15分程度ぐらいあったら変わった場所も結構ありました。やっぱりなかなか言って繰り上げは大きいですね。というわけで今回はこれでお会いしましょう。私のチャンネルではこういった感じで鉄道関する情報を毎日発信していきます。興味があったらぜひチャンネル登録して、私と一緒にいろんな情報を知っていきましょう。また面白いと思ったら高評価あったり、あとはこの動画を最後見たいので、クリーミーというタグをつけてコメントを書いてくれると嬉しいです。今回はちょっと早いですが、これで終わりです。バイバーイ。